で、今回、イケボカボシバリということで、一つの説を立証するためにやってまいりました。などんなにセリフ、どんな言葉でも、それっぽく聞こえてしまう説、それでは聞いてください。国語算数理科社会。よろしくお願いしまーす。すごい。すごすぎるだろ。すごい。びっくりしすごました。すぎるよ。おーし、俺が押す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 、任してほしい。さあ、皆さん、これでスイッチが入るわけですよ。ポチッと。せい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 。はっちゃんが押しました。中野っち枯れてねえか、これ。なんか一人変なやついねえか。なんか一人変なやつ。なんか違うやつ紛ってねえわ。怪しい声で怪しいね。とりあえず、誰も死んでねえからスキップでいいんじゃね？だな、お前ら。中野っちさ、声がかすれてんだよ、さっきから。声かすれてんだよ。早く回せ、ローラ。行くぞ。これもやばいよ。もうこれやばいよ、これもう。俺、女の子何言って誰が誰だかわかんねえよ、もう女。俺、ちょっと、これやばいよ、これ。女の子がびっくりするぐらいわかんなかったぞ。おっそ歩くの。なんだそれ。シノ、ネジネジだね。おい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 、シノ、ネジネジだね。アドミン情報見てみよう。シノ、ネジネジだね。ちょっとネジネジ取ってくれないか。あ、中尾明だろ、これ。中尾明なんだ、それ。ネジネジだね。中尾明か、それ。ネジネジだね。ネジネジ取ってくれないかってなる。中尾明か、それ。だから押せんで歩くの、こいつ。中尾明のネジネジだね。ネジネジだね。おいおいおい、ネジネジだね。ネジネジだね。武器のタスクやるよ、ネジネジだね。中尾明がアモンガースしとるわい。ネジネジだね。ネジネジだね。お前めちゃくちゃ死体転がってるやん。ネジネジだね。ふざけんなよ。どうしたんだ、何があった。おい、3人も死んでるじゃねえか。何だ、何が起こってんだよ。どうねえだ、死んでるな。こんな船もう乗れん。俺は、なんで落ちたんだ。あの、俺バイタル情報あるぜ。おー、出してくれよ。おー、ちゆでさんかっけ。なんで来てない。セキュリティでリンネとサエポヨがいた後、俺右に行ってバイタル見に行ったんだけど、ハッチャンさんとバンダイさん死んでたけど、中野地さん死んでなかった。中野地さん直近だよ。なんだ、めちゃくちゃイケボイ。めちゃくちゃイケボイやん。シュウエさんめちゃくちゃイケボイやん。ちなみにセキュリティが光ってんのは僕はエンジンルームで見たよ。違う、もう工藤新一じゃん。サエポヨが見てたんだよ。なあ、工藤新一だ。なあ、そうだ、あれがサエポヨ、あれがセキュリティなんだよ。なあ、その後僕は違うぞ。なあ、その後リンネ殿とキッチンに行ってハンバーガーを作っていたんだ。これサエポヨか、これ。ハンバーガー作ってたんだね。俺は聞きたいことがある。セキュリティにサエポヨ、リンネ、中野っち置いてきたんだけど、なんで君たちは知らないんだ、中野っちの。めちゃくちゃ似てる。お前らまさか。いや、俺はサエポヨしか見えてなかった。中野っちはいなかったと思ったんだが。違う、俺バイタル行くときにリンネとサエポヨしか見てないな。俺、もう中野っちその場離れてたんじゃないか。うわさ、呼び捨てあばす。でもっていうふうになるからか。難しい。自分を男性な変な声のやつ混ざってねえか。ねえ、こういうやついるから、とりあえず殺した。汚ねえやついる。そうだな。誰ちょっと声汚ねえ。一番汚そうなやつに入れようぜ。それはありだ。緑、なんか喋ってみろよ。ネジネジだね。怪しいな。そうだな。ネジネジってなんだ。頭ネジネジって。なんか一人だけ違うな。中尾明がおるよ、一人。一人だけ違うな。ネジネジだね。ネジネジだね。おい、こいつ俺らのことじゃねえよ。喋るほどやばいって。あいつが一番怪しい。こんな汚いやつがどうなわけ。頭いっちまってるよ。頭いっちゃってるわ。頭いっちゃってるな。
詰まってる。もう頭いっちゃってる。ね、もう癖だね。頭をもう言われちゃってる。やめてくれもうそれ。どんどんイケボじゃなくなってるよ。投票してくれよ。やっていいのか。でもいいんじゃないかな。こっち仲間じゃねえから。いや、いいと思う。いや、ボルサリーノなん、キザルなんだけど。シノ、釣られたよ、シノ。カメラ見てたのはリンネと、サエポヨなんだけど、俺、サエポヨしか見えてねえから。正直、カメラの使い方がわからない。いい声だな。男より男やけ。しょうがないな。ねえ、アニメ見てる。俺はサイポヨ信じてる。サイポヨやってない。悪くねえよ。いい声すぎて、いい声すぎて釣られねえよ。これサイポヨもっと喋ってくれ、頼む。ずっと聞いてたい。ずっと聞いてくれ。俺ら違うよな、サイポヨ。みんないい声。それやってないよな。ずっとレタス、玉ねぎ、トマト。レタス、玉ねぎ、トマト。めっちゃ、いや、なんか、宝塚よりもいい声だね、サイポヨさんは。あ、ちなみに一つ情報がある。あの、コミサボだった通信室の緊急サボが終わった後は誰一人として死んでなかった。で、その最中に電気室で、リンネさんといた。遮って悪い。うん、玉ねぎと。そうそう。コミサボ直したの、しゅうねなんだけど、バンダイさん、武器庫にいた。唯一の男が一番イケボじゃねえじゃねえかよ。思い出したのか。思い出した。バンダイっていうのが見えた。バンダイが武器庫あれがやったのか。やったのかな。バンダイ。もしやってたらここで言わない。いや、じゃあそんな呼ばれ方したらちょっと確かにしちゃうよ。そんな感じで言われたらそんなにいい声だ。サイバーの話聞きたい。言われたらサイバーの話聞きたい。正直公営の方ばっかりだ。正直言わせてもらうと、僕に今そんな余裕はない。タスクでいっぱいいっぱいなんだ。もう俺ボタン使ったから押せねえよ。おい、誰だ入れたやつ。違う。誰だ入れたやつ。出ないってことはそいつインポスター確定だよな、これな。おい、なんとか言ってくれよ、みんな。どうすんのこれ。だってみんなこれ急に可愛くなりやん。これ真さんがこれ元気。逃げろ逃げろ。告白してくんない？告白してよ僕に。行き止まりだよ。告白してもらおう。告白してください、お願いします。告白ください。やっちゃえ。君を俺だけのものにしたい。だって。いやいいの決まったね今ね。ちょっと待ってね。ねえ。何のものになったね。何のものになったね。あら。おい、どこで死んでた。サエポヨさんが。サエポヨ。サエ。セキュリティと電気室。俺たちのサエポヨが。そんな。サエポヨ。誰だよサエポヨやったやつ。俺はリンネとサエポヨちょっと怪しい。いや、演技をしようと求められてるんだけどね。そしてリンネはずっと。まあ、イケボだったらいいわけですからね。そうだ、ローラ。その通りだ。俺はやどこで見つけたんだ。どこで見つけたんだ。もう一回言うぞ。セキュリティと電気室の間だ。ちなみにバイタル見てたやつとかいねえのか。リアクターなったタイミングでミサトランが左側に来たのは俺は見たぞ。リアクターなったタイミングでバイタルを見たら死んでいたから死体探しを始めた。なるほど。その直前ミサトランとサイポヨがメインホールを走っているのを見ている。チェックメイトだ。ちょっと待って、ごめん、水浮いた。ちょっと待って。ちょうどサイポヨが二人で歩いてるの見たよ。メインホール左側。水浮いたってもうよ。考え直せよ。こんなにサイポヨが愛してるの、俺が殺すわけねえだろ。なんか浮いてたよな一人な。でもちょっと。チェックメイトか。ミサトランだったのか。今だって人に告げさせてチェックメイトだって言ったからな今。可愛い子猫ちゃんだな。めっちゃなぜこいつ。すまん、もうちょっと入れたわ。入れてしまった。今のでやめた。ナイス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 、いいですね。何してるの。いいですね。
マジじゃない。衝撃のチェックメイトね。めちゃくちゃイケメンだったあれ。マハさんのチェックメイトで飲んでた水全部出た。8割ぐらい人にね、考察落とさせてね、最後チェックメイト。そうそう。何も言ってない。何も言ってないけど、そう。するまちゃするまちゃするまちゃ。